週も始まりましたパチタウン TV。 皆さんこんばんは。いや残念ですね。何ですか。残念です。いきなりなんですか。いや、さやちゃんが体操服着てないじゃないですか。今週はごめんなさい、体操服着ないです。そんな毎週今週は体操服ないみたいですけども。しかもオープニングから体操服ってなかなかないんですけどね。いや問い合わせが来てるんですよ。やっぱさやの体操服はまだか。さやの体操服はまだか。めいちゃんのが一切着てないんですけど。なんで着てる着てる。きっと皆さん、はい、ここでディレクターがね、あの体操服もありなんですが、また新たなことを考えてるみたいで、体操服はもちろんしますけど、温泉。寝起き。なんかそれ本当にディレクターさん。そうです。違います。違います。ディレクターが言ってました。だから体操服も着ることあるんでしょうけど、はい、体操服を脱ぐこともあります。さやちゃん。今後のパチタウン TV いろいろと盛り上がっていきたいと思います。はい、じゃあ早速まずはですね、はい、企画の方をご覧いただきたいと思います。はいはい、どうぞ。さあ今回はリッツメガヒルズ下関店にやってきました。よいしょ。初めてですね。初めてね、お邪魔しましたね。まあ、下関在住の人にはもう有名店ですよ。あ、そうなんですね。はい、結構いい評判聞きますんで。おお、私も実は結構前にあの番組のすごい空き時間があった時に来たことあったんですよ。はいはい、めちゃめちゃみんな買ってました。まあ香りはダメだったんだけどね。で今日の企画は、で今日は何やるんですか。はい、今日はですね、朝一からの立ち回り実践でーす。あの以前、視聴者のお悩み解決祭という企画で、はい、朝一から実践したことありましたよね。はいはい。その時の僕の立ち回りって覚えてます？2人とも。可愛い女の子をナンパしよう。いや、こら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 、全く違う。違いましたっけ。朝ごはん食べてるの見たことあるけど。朝ごはん食べてるの、それロケ車の中の話で。僕めちゃくちゃ良かったでしょ、立ち回り。自分で言うのもなんなんですけど、完璧だったんですよ。うん、ちゃんとデータ見て、台選んで、しっかり結果出して。ちょっと見てないんで分かんないですけど。自分で自分のこと完璧とか言える？あ、確かにね。え、ちょっと引く。今回収録にやってきたホールはリッツメガヒルズ下関店。最新台人気台を快適な空間で遊戯できますよ。そんなホールで今回はガッキーが朝一の立ち回りをレクチャーしようってわけだ。香りと土佐犬はしっかり教わって良い結果を見せてよね。さあ今回は朝一特典がある騎士ということで、はい、置き時計を並びで座っております。はい、はい、あの、ま、トロピカルならちょっと打ったことあるんですけど、うん、私はいはいはい、はい、バカンス1回2回ぐらいしかないかも。え、バカンス、まあ、バカンスって書いてあるけども、はい、まあ、置き時計ね、初代置き時計初代、うん、こっちの方が荒いけどはっきりしてますんで。あ、そうなんだ。はい、とにかく朝一は設定変更されてればですけど、うん、200ゲームまでチャンス。200ゲームまで、うん、3分の1で当たる。あ、本当に変更されてればね。僕らとりあえず2人打ってるんでどっちが当たるかなと思うんですけど、土佐犬さんの動きが分かんないですよね。あ、どこ行ったんですかね。ちょっと一旦土佐犬を見に行こうか。ちょっと土佐犬さん、何やってるんですか。いやいや、新しい海。え、なんでこの台選んだんですか。いやだって朝一って言ったら、はあ、結構余裕持って自分の打ちたい台選べるでしょ。まあ、選べますね。うん、だからまだ寝台が空いてたから座ってる。ちゃんと理論に基づいた立ち回りを今日はしてほしい。笑わせるな。なんでよ。空いてる台に座って打つ、それが俺の理論じゃ。もうむちゃくちゃだな。朝一だから座りたい台に座って打つ。ダメだ、行きましょう。ね、もうダメだ、これ何言ってもダメだ、聞かないわ。もう同じことしか言わないもん。で、こちらが寝台の海物語 in 沖縄4。いや、なんかちょっとリーチの時に一発勝負みたいな感じで興奮するっすね。そう、新搭載されたハイビスカスモードはハイビスカスが点灯したら超激アツなんだよね。当たりました。これがなんと52ゲームです。うん、早い。どうも、かおりちゃん早い。いいでしょ。うん、
朝早いんですよこいつで、いいな、他もかなり当たってるんで、うん、全店かもしれないですねこの感じ。お、そうなんですか。そうだから香織ちゃんがいくら引き弱くても200までに当たるかもしれない、うん、あ、本当に。そう、それ最高でしょ、うん、打ちやすいんですよ。ちょっと私200まで頑張る。うん、とりあえず回してみて。さあ間もなく消化終了しますけれども、この後の32です。ここでもし当たるようなことがあればめちゃくちゃやばいですよ。行きます。で、一応気合い入れてください。こっからは。え、しかも見てくださいよ、ちゃんと教えてくれてる。すげえ優しい。このホール32ゲームドキドキタイム。ドキドキタイム。あ、カウントダウンもしてくれるんです。あ、カウントアップか。で、大体ですけど朝一2回ぐらいボーナス引けば天国行くんじゃねえかなっていう感覚で打っていいと思うんですよね。ってことはこの2回目がいかに浅いゲーム数で引けるかがむちゃくちゃ大事で、あのたまんないのが、あ、来てる。あ、ここのハイビスカスは光ってないみたいね。なんだなんだなんだ、それだけ言いに来た。ヨサケンさんのハイビスカスは光ったってこと。ありえる。どうか言っちゃった。光ったってこと。ちょっとカメラさん、いない時に大当たりさせてしまったんすよ。もうあのプッシュってなってそこを押したらピカピカって光って、ね、見たことない魚群がボワー走って、通常薄柄で大当たりでした。やっぱ楽しい海物語ね。今は時短中なんで、いやこの時短中に引き戻せるか当てれるかっていうのは勝利の方程式ですよね、これ。しかし、土佐犬の時短はあっさり終了。ちょっと時短は終わってしまったんですけども、結構回るんで、このままこの台で勝負したいと思います。初当たり2回目。しかも、花ゲームですよ。なんで私あれ先に光らせるんですか、2回目。あのね、かおりちゃんはコツコツと200ゲーム目指してますから。あと15ゲームで200回転です。で、かおりは200ゲーム回して何もなかったから。ただちょっとかおりちゃんはいつも通りの日だったんで移動移動しよう。でもちょっともうね、回ってるんですよね。このタイミングで連チャンできなかったガッキーも大移動することに。やってきたのは寝台の北斗の拳修羅の国編が設置されたコーナー。いや、すごいでしょこのコーナー。わっ、めっちゃ盛り上がってるのよ。朝来てた人はみんなこれ狙ってたんだ。ここ行ったみたいですね。だからまあこういうホールの癖がもしかしたらあるかもしれないから。あ、なるほど。寝台に入りやすいとかね。まあ座れたからよかったんだろうけど、ここは諦めて選んだ機種は一緒にクレア。え、クレアの飛行電って朝一メリットあるんですか。ないです。あ、ないの。でこれね、あの一番下じゃなければどうにかなるっちゃなる機種なんで。あ、そうなんですね。そう、まあ香織ちゃんの引きで言ったら設定6でも負けちゃうかもしれないけど。なんでよ。普通の人はね、普通の人はちゃんと打てばどうにかなる。今夜は初収録のリッツメガヒルズ下関店でガッキーが朝一からの立ち回りをレクチャーしてくれるはずだったんだけど、土佐犬が俺は打ちたい台を打つとか言って寝台の海物語 in 沖縄4を実践。しかもいきなり大当たりを引いたんだよね。で、時短を抜けた土佐犬はあれ、もう当たってんじゃない。はい、時短終わってですね、10回転目ぐらいでなんとおきゅうみチャンス引きました。よっしゃ。おきゅうみチャンスは出玉なしの2ラウンド確変。そして間もなく、グリーンチャンスです。やったー、すがらは、はい、確変ゲット。やりました。お、土佐犬調子いいね。
と思ったんだけど、次は通常大当たり。見せたかったのに、ハビスカス。さて、クレアの秘宝殿に移動した香りの方は、あ、見たか。もう狙ってみていいよ、多分これ当たってると思う。本当？あれ、早いかな。ちょっと早かったかも。ダーン、はい、やったー、早いよ。やったー。これじゃ、うん、レギュラーボーナスでした。オッケーオッケー。じゃあガッキー、ボーナス中の打ち方を教えてよ。この時逆押して右中を押して、最後左リールが白いバー、これを中下段に狙います。見倒し、中下段、どっちでもいい。中下段、うん、素晴らしい。あとは中押しで大丈夫。それともう一つ、左リール中段にキナナをび倒しした時にどんな声がしたかで設定しさになってるんだよね。び倒しはうまいな。イエーイ、うまいわ。び倒しの香りと呼んで。それは言い過ぎだって。間違えた、び倒しの香りと呼んで。いやいやいや、パクってるから。え、ガッキーの潜在写真だから。パクってない、今もらったの。うちうちではガッキーポーズって言ってるんだけどね。でもうまいのはビタ押しだけじゃないんだよな。プレミア出ましたよ。チャンスで引いた瞬間ね。そう、最初外したかなと思って演出終わったらまたすぐ引いてね、うん、私やっぱりうまいかもしれない。よし、素晴らしい。ゲット。え、初ビッグなんですけど。あ、ビッグはね、これいろいろ面白くて、まずこれ何を選べるかみたいな、何を選ぶかでその後の RT が変わるんですよ。あ、そうなんだ。ここで選んだビッグの演出に応じてその後のリプレイタイムの演出が変わってきて、それがまた楽しんだわ。あ、まあね、番長おすすめですよ。番長と、ということで番長の BGM をセレクトしたので、終了後は番長リプレイタイムに。で、この後番長の特訓の演出になります。はい、番長選んでるんで。そうで、これ可愛さももちろんなんですけど、ポイントは番長ってここに重りが落ちてくるでしょ、うん、この腕立ての上に、うん、ここがまれに456トンだったりするんですよ。あ、そうなんだ。456、そういうことです。なるほど、そういうことです。そういうことですね。そうです、はいはい、そこは要注目ですね。開け、ダーン。あー、惜しい。あれ、当たったんじゃない、あれ当たったんじゃない、これ。また、あ、でも残りゲームは一緒ですね。いや、ほらほらほら、当たるよ。ついに、あ、確定。素晴らしい、やったー。まあ、これも番長の確定パターンですね。特訓から演出行ってまた特訓に行くっていう。はいはいはい、なるほど。素晴らしい。そういうところもちゃんと受け継いでくれてるんだ。ちょっとうまいな今日。なんなの、どうしたの。ありがとう、ありがとう。怖い怖い。この回は録画決定ね。結果発表、よいしょ。さあ、ということで今回朝一から始まっていただきましたけれども、はい、どうでしたか、かおりちゃん、よかったでしょ。よかったです。もうなんとか楽しめて、ね、朝から若干暗い顔になってたんですけど、私当たってなかったもん、最初は。すごい楽しかった。で、最初ね、あの、うん、時々連れてってもらって並んでやってたんですけども、うんうん、ガッキーさんがね、はい、朝一メリット生かしてしっかり当てたんですよ。ただ、レンちゃんまではできず。ガッキー、今回も朝一からやってくれたな。収録時間が短くて、レンちゃんする前に大移動しちゃったけど、いや、立派立派。で、香りはというと、ちょっと関係ないけど、クレアの飛行ではどうですかっていうところから、残り時間もあって。殻がね、もうプレミアも出たし、私のうまいシーンがいっぱいあったんですよ。あれ、すごかったですよ。ビッグも化けも引くし、しっかり、うん、で、ビタ押しが妙にうまかったんですよ。ええー、
ビシッと当てたから。できる香りだったわ結局。ガッキーより私の方が似合ってました、このポーズ。このポーズ、このポーズでビタ押ししましたからね。ビシッと当ててビタ押ししたわ。すごい。俺でもできない、あれできないです、あれは。いや、僕はですね、やっぱり朝市の魅力、うん、自由に台を選べるというのをフルに活用しまして、はい、信頼の海、ね、うん、沖縄座らさせていただきました。はい、なんと大当たり4回、でそのうち1回がお気味チャンスだったんで、出玉なしの大当たりだったんで、実質3回の出玉が約2000発ということで、お素晴らしい。いやー、本当にだから危なかったですよ。危なかった、ガッキーさんの言うこと聞いて、うん、ねえ、失敗するとこでしたよ、本当に。うん、あ、まあそうですね、ちょっと朝一のメリットを生かして当たったかって言われると、っていうところはありますね。僕ら行った時もちゃんと教えて、この機種ちゃんと打てばみたいなこと。いや、それはすごい楽しかったけど、まあ、この企画じゃなくてもよかったかなみたいな、まあ、点数をつけるとしたら12点ぐらい。いや、低いな。だいぶ低い。ちょっと上げすぎじゃないそれ。え、嘘だ。かな、うん、いや12点はちょうだい、せめて12点。僕は8点。刻むし、なんか、いや、これはサービスの8点ですよ、だって本当に。じゃあ合わせて20点ぐらい。合わせて20点な、うん、何なんすかそれ。高いか低いかもよくわかんないし。まあ、今回は20点ということで、はい、またあるかもしれませんので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はい、ということで今回はリッツメガヒルズ下関店からでした。さやちゃんはどんな川柳したいとかって、うん、どんな川柳。いや、だから今温泉とかね、寝起きとか体操服とかいろいろあるけど、さやちゃん自身はどういう感じで川柳を読みたいわけ。美味しいもん食べながら川柳したり。ダメだ、聞くのは間違えてた。ダメ、ちょっと聞くのは間違えて、ちょっと待って、美味しいもん食べるということはやっぱグルメコメントみたいなことも1個入れて川柳読まないといけないから、それに適してるかどうかちょっと確かに食レポ。じゃあ今うどん食べて一言言ってみてください。あ、いいですね、はい、うどん食べて。はい、いただきます。うーん、腰がある。ダメですね、ダメですね、これ温泉でダメ、体操服もうグルメはなしでいきたいと思います。腰がある。いや、面白かったですね。ひどい、ね、ひどい。いや、もういろんなさやちゃんも見れると思いますので、はい、ぜひ皆さん最後までご覧ください。この後千里ありますんでね、はいはい、それも見てください、はい、ということで、はい、今週はこの辺でまた来週お会いしましょう、うん、おやすみなさい。フリーズだ、携帯起動、電池切れ、来週も見てね。あ、ちょっと待って、こっちに。